東京選挙区から2期目を目指す山添拓樹東京選挙区候補が訴えます。池袋駅をご利用の皆さん、ご出勤ご通学途中の皆さん、おはようございます。日本共産党参議院東京選挙区候補の山添拓です。今日はこの場所をお借りして全党労働者の講演会の皆さんと一緒に朝の挨拶行動、宣伝行動を行っています。この場所では新聞赤旗日曜版の見本紙もお配りしております。ぜひお手に取ってご覧ください。参議院選挙が始まっております。すでに期日前投票も可能です。大激戦の選挙です。平和も暮らしも明日に希望の持てる日本にするために、日本共産党は全力で頑張る決意です。東京選挙区、東京都内にお住まいの皆さん、東京選挙区では日本共産党の私山添拓をどうか再び国会へとお送りください。よろしくお願いいたします。今もそれぞれお話がありました。物価が高騰する中、給料は上がらず、年金は下げられ、どうやって暮らせばよいのか、こういう声が広がっています。政府はどうするか、株を買って稼いでくれ、貯蓄から投資へ、こんなふうに言っています。貯蓄ゼロの世帯が4世帯に1世帯ですが、そういう世帯のことは目に入らないとでも言うのでしょうか。株に投資して失敗したら自己責任でしょうか。株価を上げるために金融市場にどんどんお金をつぎ込んで、金融バブルが弾けたらどうするつもりだと言うのでしょうか。皆さん、株価頼みのアベノミクス、円安も加速しました。物価高も拍車をかけています。こんな政策はそろそろ変えるべきじゃないでしょうか。10年経ってもまだ道半ばだと言って効果を見極めると政府も日銀も言っています。アベノミクスで株価が上がって暮らし良くなったなという方、どのぐらいいらっしゃるでしょうか。給料増えたなという方、ありがとうございます。どのぐらいいらっしゃるでしょうか。格差と貧困はますます広がってきたのが実態だと思うんです。日本共産党はアベノミクスはもうやめるべきだと訴えています。今国政の場では安倍元首相がアベノミクスの転換など許さないと言っていろいろ暗躍をしているようです。安倍さんを忖度して、岸田首相も新しい資本主義だと言っていた、新自由主義の転換と言っていた、転換までは言ってないですかね、新自由主義の弊害と言っていたのを早々に引っ込めてしまいました。皆さん、やっぱり選挙で政治変えるしかないんじゃないでしょうか。アベノミクスを転換するために日本共産党を伸ばしていただきたい。金融頼みではなく暮らしを直接支援する実体経済を温める、そういう政治に変えようということを私は訴えたいと思います。日本共産党は、私山添拓は何より給料を上げるべきだと考えます。給料を上げるために政治ができること、最低賃金の引き上げです。ここにもプラスター掲げています。お配りしているチラシにも記しています。ぜひご覧いただきたいんです。最低賃金時給1500円を目指して引き上げます。1500円高すぎるでしょうか。そんなことないと思うんですね。ドイツ、フランス、イギリス1500円超えています。アメリカはバイデン大統領が1950円と示しています。皆さん、最低賃金といえばパートやアルバイトのこと、そんな印象もお持ちかもしれません。しかし最低賃金が1500円になれば、8時間働き月に21日月給25万円になります。
手取りで20万円を超えていく、新卒採用で手取りが15万届かないっていう方少なくないと思うんです。最低水準が手取り20万になれば、正規であれ非正規であれ給料の底上げにつながるんじゃないでしょうか。日本共産党は中小企業も賃金引き上げる、こう訴えています。そのために支援が必要です。大企業の内部留保に課税する。この間大企業は内部留保を133兆円も積み上げています。給料は上がっていない、設備投資にも使われていない、法人税は減税される。そうしてどん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 内部留保積み上がってきました。少しぐらいは還元してもらってもいいんじゃないでしょうか。給料を上げるために、中小企業の支援のために使っていく。そして皆さん、大企業が賃上げする場合は課税はいたしません。グリーン投資に使う場合には課税はいたしません。中小企業の賃上げ、大企業の賃上げ、グリーン投資の促進、そして税の不公正も正していく。これが日本共産党の訴える大企業の内部留保課税です。今内部留保の問題は政府も財界の側も失礼いたしました。緊急車両が通りましたので中断いたしました。日本共産党です。参議院東京選挙区候補の山添拓です。大企業の内部留保に課税し、中小企業の賃上げ支援に充てていく。大企業も中小企業も賃上げに支援していく、こういう仕組みを私たち提案しています。皆さん、この政治は大企業から献金を受け取っている自民党政権ではなかなか前に進まないと思います。日本共産党は企業から献金を受け取りません。政党助成金ももらってませんが、お金にクリーンな党です。だからこそ訴えることができます。この党を伸ばしていただきたい。公正な税制で、そして給料を上げる仕組みを作っていく。日本共産党をどうか大きくしてください。私、山添拓を再び国会へと押し上げていただきますようお願いを申し上げます。消費税を減税する政治、これも私たちこの参議院選挙で訴えています。皆さん、今岸田首相は消費税減税ができない理由何だと言っているでしょうか。システムの変更に手間がかかるからだと言っています。増税するときにはそんなこと言わなかったと思うんですね。世界ですでに90を超える国と地域、消費税の減税に踏み出しています。どこでもシステム回収したでしょう。それでも進んでいるのは、消費税減税こそが今の物価高への効果的な対策になるからじゃないでしょうか。どの国でも社会保障大変です。財源必要です。それでもやっている。皆さん、日本だけ消費税減税できないっていう理屈はないと思います。政治の姿勢の問題だと思うんです。皆さん、消費税といえば社会保障の財源だとなんとなく思い込まされていると思いませんか。でもこの間、消費税が導入されて33年間消費税収が増えた一方で、法人税は減税される、所得税や住民税は収入が減ってしまう、減った分の穴埋めに使われてきたのが現実です。私はこのことを国会でも岸田首相に質問いたしました。岸田首相はまともに答えてはくれませんでした。消費税は社会保障の財源だ、そう決まってますからと呪文のように繰り返すばっかりです。こんなごまかしはそろそろやめるべきだと思うんです。消費税は引き下げることのできない聖域ではありません。政治が決断し税の不公正を正していく、
所得の低い人ほど負担が重い、収入がゼロの人でも払わなければならない消費税という仕組みは不合理だと思います。この機に正していこうじゃありませんか。参議院選挙で方向転換する、その皆さんの一票を日本共産党へとお寄せください。私山添拓へとお寄せください。どうかよろしくお願いいたします。お金の使い方を変えていくということ必要だと思います。私は大学の学費の負担軽減必要だと国会でも質問いたしました。学生の皆さん、学生をお子さんにお持ちの皆さん、学費はやっぱり高すぎるんじゃないでしょうか。国立大学で53万円、私立は平均で93万円、皆さんの学校はいかがですか。入学金のかかる最初の年は軽々と100万を超える、珍しくありません。学生がアルバイトをして稼げる額ではありません。親の年収も減っているのに、これでは家計に占める授業料学費の負担割合、本当に重いものになっています。日本共産党は大学の学費を半額にするべきだと訴えています。入学金、入学しない学校にも払わなくちゃいけない不合理な仕組みだと思います。廃止するべきだと思います。奨学金は返さなくてもよい給付を中心にしていく。皆さん、これらは今の政治の下でも十分可能です。ところが岸田さんが言うには、財政の状況がある、優先順位をつけなくちゃいけない、ごちゃごちゃとおっしゃっていました。財源がないからできないんでしょうか。バイデン大統領に軍事費の増額を約束したときは、財源の話など一言も述べなかったんですよね。軍事費の増額には湯水のようにお金を使えて、学生の将来のために、日本の将来のために使えるお金はないっていうんでしょうか。そんなのおかしいんじゃないでしょうか。日本共産党は子育てや教育や、あるいは医療や介護、暮らしのためにもっとお金を使う政治に変えるべきだと考えます。軍事費だけはどんどん増やしていく、その政治はあまりにも危険じゃないでしょうか。だいたい皆さん、今大軍拡で5兆円も軍事費を増やそうと自民党の安倍元首相や高市さんなど言っています。自民党の今度の選挙公約も GDP 比で 2%、 5年間でそこまで上げていく、そんな目標を掲げています。そんなお金どこにあるんでしょうか。消費税上げるって言うんでしょうか。社会保障を削るんでしょうか。あるいは国債発行でどん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 軍事優先の社会へと変えていってしまうんでしょうか。それで本当にいいのかってことが問われていると思うんです。私は大軍拡で何をしようとしているか、それが問われていると思います。敵基地攻撃能力、お聞きになったことおありかと思います。評判が悪くて反撃能力と自民党や公明党の皆さん言い換えています。言い換えがあるときは怪しいときですよね。反撃能力と言われるとやられたらやり返すっていう感じですが、中身は違います。やられる前に叩いてしまう、相手の国のミサイル基地中枢機能まで攻撃していく、そのために相手の国に出かけていって空爆までする、こんな議論をしています。それは先制攻撃そのものではないでしょうか。日本の憲法9条の下で自衛隊は専守防衛、これまで政府もそう言ってきたはずです。それを簡単に踏み越えて攻撃する自衛隊へと変えてしまってよいのでしょうか。私の知人にも自衛官がおります。皆さんの周囲にも自衛隊の関係者おられるかと思います。戦場に行くために自衛隊になったわけではないと思うんですね。専守防衛や災害救助の自衛隊を戦争する自衛隊へと変えてしまう、これは私は許してはいけないと思うんです。今国会では軍事的な脅威には軍事で対抗するしかない、そう言わんばかりに
結構野蛮な議論が進められています。安倍元首相とか維新の会のように核兵器を日本に置くべきだ、そして脅していくべきだ、そんな議論もされています。しかし皆さん、今世界は核兵器を全ての国が捨てるべきだと議論を進めています。核兵器禁止条約の初めての締約国会議がウィーンで行われました。ウィーン行動計画も示されました。核をなくすために核保有国やその核の傘の下にある国も含めて踏み出すべきだと議論が始まっています。 NATO の諸国で核の傘の下にあるドイツやノルウェー、オランダ、あるいはオーストラリアなどもこの会議に参加をしています。これこそが核保有国、非保有国の橋渡しになりうる役割だと思うんです。ところが皆さん、日本政府はこの会議ボイコットしてしまいました。まるで核廃絶など夢物語だと言わんばかりにボイコットをしています。これで本当に良いのでしょうか。日本こそ核兵器廃絶の先頭に立つべきなんじゃないでしょうか。私はそういう政治に変えたいと思います。参議院選挙で核兵器はやっぱり持たせちゃいけない、その願いを日本共産党へと託してください。私山添拓へとお寄せくださいますようお願いを申し上げます。私は力対力へのその先には平和への展望は見えないと思います。軍事に軍事で対抗するのではなく、対話の努力で平和外交を進めていくしかないと思います。東南アジアの国々にも学んで、東アジアでもどうやったら対話ができるか、その関係づくりを進めていく。だって皆さん、中国も北朝鮮も地理的には海を隔てて隣の国です。隣の国は選べないですよ。お友達は選べるけども隣の国は選べません。だから付き合っていくしかない。この地域を平和な地域にしていくためには、どんなことがあっても戦争をさせない、そのための対話の糸口を探していく、対話のテーブルを作っていく、そのことしか道はないと思います。憲法9条を生かした平和外交を進める、その政治をどうか日本共産党を伸ばし実現させてください。今リーフレットをお配りしておりますので、ぜひお手に取ってご覧ください。7月10日は参議院選挙です。すでに期日前投票も行えます。どうぞ投票にお出かけください。比例代表選挙、政党名を選ぶ選挙で日本共産党とお書きください。東京選挙区は大激戦、大接戦です。私山添拓は当落戦場で頑張っています。今日の朝日新聞でも最後の一議席、維新と争っていると、ご声援ありがとうございます。維新の候補者と争っていると表現されておりました。維新の会は皆さんどんな主張をされているでしょうか。核兵器を持つべきだ、あるいは軍拡進めるべきだ、さらには原発も再稼働し解雇の金銭解決ルールも作っていくべきだ、こういう主張をされています。自民党をピリッとさせると維新の代表は言っていますが、自民党よりもっとひどい政治に導こうとしているのが維新の会ではないでしょうか。そういう政治を許してよいのか、今問われていると思います。東京にお住まいの皆さん、東京選挙区で私山添拓をどうか再び国会へと押し上げてください。国会論戦で政治を動かす、世論と結んで政治を動かす、この仕事を引き続き見直していただきますよう重ねてお願いを申し上げまして、私からの訴えとさせていただきます。今日は大変暑くなる予想です。お気をつけていってらっしゃい。ありがとうございました。